はい、早速始まりました。漫画家ためになるラジオです。後藤です。よしきです。お願いします。ます今日はまだ YOSHIKI さんが僕が何の話をするか知らないでしょう。うん、はい、全く知らない状態で。ね、何も言ってないから。はい、でしょう。今日はね、ちょっとアクション漫画とかを描く人に若干ためになっちゃうんじゃないかな。えー、なんか珍しいですね。珍しいでしょう。<laughs> うんうん、あのね面白いなと思ったんだけどさあのー、まあドラゴンボールとか、まあ、そうじゃなくてもいろんなバトルとかアクションを書きたい人って割と多いと思うのあもういきなり本題だ本題いきなり本題に人別に入っちゃったからそのまま話し続けるけど多いと思うんだけどそんな中で 多分誰もが一度は考えるんじゃないかなと思うのがこんな設定がありますとやっぱりそのバトル系でも特に「ドラゴンボール」みたいなファンタジーの世界を旅するような話だった場合に、うんうん、その動機として主人公の動機として何かを集めるっていう。 「うん、ドラゴンボール」みたいに何かを集めるっていうのは少年漫画的にすごいやりやすい設定なんだよね、うん、確かに、うんね、だからみんな何か集める話っていうのは、うん、そのあのー、まあ一回は頭をよぎったことが <laughs> <laughs> まああるでしょうねきっと <laughs> あるんじゃないかなと思っていて、うんうん でその時に集めるものは何がいいのか問題っていう。なるほど。なるほど、なるほど。これめっちゃ面白いなと思って、これ実は編集部の中で議論してたんですよ。すごいいい議論じゃないですか。議論でしょ。で、今ちょうどね、あの、なんか、あの、その、それこそなんかちょっと。 エモい関係性の2人が旅していくみたいな話の中で、まあ、何らか旅の目的として彼を解放するために何か封印を解くアイテムが必要なんですみたいな,、うんうん、なんか仮にあったとしてもう僕それ、うん、ウェブテいの中でも僕それな何個か何個かを別作品なんだけどそのパターンやっぱり出てくるんだよねまあそれはそうでしょうでこ今回も今回でそれ何がいいですかねやっぱ玉ですかねみたいな話も <laughs> 玉じゃない方がよさそうですけどまあ玉は候補に上がってきますよねそりゃ。でもさここで思ったのが「やっぱ玉じゃね」みたいな話が出るのでそれは何でかっていうと、うん、これがじゃあ例えば集めるものが、ねうん、じゃあ「三かがの盾」と「草薙のつ、うん、剣」と「まが玉」ですみたいになってくると。うんうん うん、なんかちょっともう大変そうすぎないみたいな、うん、<laughs> あの保管ができないですからね途中の、ね、そうだよね、うん、なんかさしかもちょっと一から情報を集めてなんか全然違うジャンルのものだとなんかい若干ドロー感あるよねみたいな。うんちょっと <laughs> いう話があってあ確かにそうだなぁみたいなこれがドラゴンボールの同じ球で中の星が違うだけですとかだと、うん、<laughs> なんか若干集めやすそうみたいなのが出てくる球、うん弾を置けますからね,なんかね球を置けますしね、うん、そ,うでそこでねなんか出てきて面白いなと思ったのが、うん 今度また全然違う話始めちゃうんだけどストレングスファインダーっていうのをね、うん、我々は,は会社の中とかでもよく使うんですよ、うん、あの皆さんもぜひ今名前変わったって言ってたなへえそうなんかストレングスファインダーというのがあって、うん、それぞれの皆さんに強みがありますよっていうねクリフトンストレングスという名前に変わってるそうなんですか うーんね、でそこで何個だったっけなこれなんかすごいたくさんの、えー、34の資質で10個ぐらいの得意なものがありますよみたいなのがあってちなみに僕は戦略性が一番なんだけどまあ結構ば時間によってねあの受けた時によって多少は変わるそうなんだけどこんな中のさそのいろんな強みが34個ある中でさその中の一つにさ 収集心って、はいはいはい、そうで収集心を持ってる人はマジでいろいろ収集すんのねもう本当に確かに収集心がある人って例えば漫画戦艦のユキさんとかねコルクラボでもあの,あのユキさんとかやっぱり収集心が強い一番かの分かんないなんか言ってたような気がするんだけどもう佐渡島さんの動画とか全部見てるんだよ全部集めちゃうんだって <laughs> 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 みたいなことを言ってて。 であのー、今回もその打ち合わせの中で収集心がある人がいてねでだから収集欲が刺激されるものとそうじゃないものがあるんだっていうのがそうなんだなーってまず思った、ね。だから何でもいいわけじゃないんだよね。うんうん、でボールはやっぱいいんだって。<laughs> <laughs> ボールはやっぱりいい <laughs> そ,れそれは何かっていうとでも僕もそれでなんか思い出してきたんだけどあれかと思ってあのー、なんかそれこそコレクションと同じなんだなとか思ったわけ切手とかメダルとかもそうじゃん、うん、なんか同じ形なんだけどフォーマットは同じなんだけどなんかちょっと違うっていうのが集めがいがあるんだよね。うん ね、そういう、だから、でもさ、それ、なんだろうね、だからメダルとかでも、ね、メダルのコレクターとか、切手のコレクターとか、あとは金消しとかもね、そうだったと思うし、あとはカード出すとかね、ビックリマンチョコのシールとか、あれ、全部形が同じで、中身がちょっと違ったりするから、なんかこう、集め買いがいまあ、トレーディングカード、ポケモンカードですか、今だったらね。 とかっていうのが収集したくなる気持ちっていうのはなんかある種そういうやっぱ同じものであるっていうのが結構大事な要素であるっていうのであこれ収集心がないと結構この辺り集めたいものっていうのがなんか おろそかになるなるっていう <laughs> なんかだからあの <laughs> 犬やしがさ、うん、既婚の玉のかけらとかをさああ集めるじゃん<ら>なんか、うん、あれが微妙に収集心をくすぐられないっていう <laughs> <laughs> 話をしてて <laughs> <ー>割れたやつのかけらはちょっと違うんだよなみたいななんか <laughs>。 いやー、それはね、それはちょっと違いますね。でもも欠けらは、欠けらは、はね、あれはもう、高橋文子先生が、いつまでも欠けるように <laughs>、<laughs> 欠けらに、かけらが満たされたかどうかってもう、高橋先生のさじ加減一つ <laughs> ですから <laughs>。<laughs> そうだよね。まあ上手な設定ではあるなと思うんだけどあのかけら集めたいという欲求にはならないよねんかそうそれは集めた結果が欲しいだけだよねそうそうそうですまあまあちょっと収集心僕も高いんで一応説明しときますとあれは別にコレクター気質と今後藤さんちょっと意図的に混ぜて話してますけどコレクター気質とはちょっと違うのであの。 あくまでも、あくまでも知らないことをそのままにしとくのが我慢できないっていうのが、収集心の考え方なんですね。うん、どっちかっていうと。なので、う,んうん、ゆうきさんが佐渡島さんの動画を全部見るのも、知らない佐渡島があるのが許せんっていうストレスなんですね。なるほどな。じゃあ、どっちかっていうと、あれなのかな、痴根の玉とかの方の、 これが集まったらどうなるのかっていう方が惹かれるあいやえっ、ー、と、うん、物を集めること自体に魅力を通常の人よりは感じやすいのかもしれないですけどそんな,なんかコレクター気質とはコレクター気質とは違うんだです,ですね、うん、それは僕の理解がちょっと甘かったな <laughs> いやでもまあそうそうそうそ,うそこそこは多分ちょっと 分けてえっと、ストレングスファインダーに関しては分けた方がいいんですけど、うん、これコレクター気質っていう意味での収集欲集める方の欲で言うとまああのルトさんが言うように <laughs> かけら集めるよりは <laughs> 玉を集めた方がっていうのとう、ね、あとちょっとやっぱあの、うん、個数が決まってるやつの方がワクワクすると思うのでああ確かにね ねうん、ドラゴンボールも7つで、七つだっつってんのに、なんかこう5個ぐらい敵が持ってたら、あ、これやべえじゃん、悟空ってなるとか。か面白いね。だからな、なんか、なんかすごい、すごいあれなんですけど、100とかだと多分全然湧いてこないんですよ、うん、なんかその。なるほどな。 ドロロは108とかなかったっけ <laughs> ドロもドロもたぶん108個やるとは思ってないと思うんですよね <laughs> 手塚先生も僕たちもドロロはまあ108っていう数字に意味を持たせたかっただけだと思うので <laughs> う、ね、最初の時から108聞かされて結構あるなと思ったもんなうーん <laughs> こうあるととダメだと思うんですよね <laughs> その集めるもの設定で言うと <laughs> そうなんだいやでも分かったあのストレングスファインダーはちょっと僕の知識と理解不足だったなと思うんだけど僕が言いたいのはもうまさにコレクター欲の方で、うん、そうそうそういうこと、ね、コレクター欲。 コレクションっていう考え方だったんだあれっていうのがもう結構発見だったんだよね。言われてみれば集めるっていうのはコレクションだからコレクション欲が影響してるんだっていうねなんかドラゴンボールとかもさなんかドラゴンボールの7つ集めてうんぬんでどうなるだろうっていうよりはさもうなんか集める旅がもう面白いじゃん。<laughs> <laughs> そのドラゴンボールというものを巡って増えていくだけで嬉しいしさ。 キキララして綺麗だしねドラゴンボール欲しいよねシンプルに別に願いが叶わなくたってあのオレンジの中に星が入ってる玉ね持ちやすいサイズですね持ちやすいサイズだからそれでいうと僕あのピッコロ戦の時でかくなった時ちょっとやだなって思いましたもんでかいなってかそうだよねボウリングのね玉サイズにいやボウリングよりもっとでかかったと そうだよねでかさとかもやっぱちょうどいいぐらいがいいよね。うん、持ちやすいくらいの。やすい集めやすい。みたいななんかだから、ね、皆様方もさなんかいろいろ工夫しちゃうと思うんだけど、うん、意外とそれで、うん、あのー、ファンタジーマンガはい。 ハイ、はい、ファンタジー漫画で何か集める系をやるときにはちょっと今の話を <laughs> ぜひ思い出してほしいなっていうふうに思いましたというのことですね。うん,うんもうでも確かに集めるもののデザインとかはちょっと考えてみてもいいのかもしれないですね。うん でさ僕ちょっとさ、うん、あそうそうデザインやっぱ大事だなと思ってるのとさあのー、ちょっと面白いなと思ったのがこの何か宝物をね、あのー、探しに行くっていう作品はあのー、結構あるんだけど、うん、あのー、僕このルーツなんか散らばったもの同じようなものが散らばっててそれを集めてくるみたいな伝統的な 過去からあるような原点みたいな作品ってあるんですかっていうのが GPT とかに聞いてみたんだけど、意外となくて、聖杯伝説とかあるんだけど、聖杯伝説って聖杯一つだよね。ああ、まあそうですね。なんか結構ね、その一個の何かをも、なんか追い求めるみたいな指輪求めるとかなんかそういうの結構あるんだけど、結構ね、同じ形のものを散らばってんのを集めてくるっていうのは意外と最近の これゲームーゲームが発祥っぽいっていう、ね、おお面白いねなんか意外と RPG ゲームとかであれ集めてこれ集めてこれ集めて魔王を倒すみたいなその文脈からなんか広がっている物語の作り方なんだね <laughs> へえ<ー> <laughs> っていうようなことを GPT が教えてくれてああ 意外と歴史浅いんだなって <laughs> ああでも確かになんか一個のものを求めてみんな旅に出ますよね、うん、そうだよね西遊記も経典が天竺にあるから出かけるって話ですしそうだよね意外とそんなお使い的なこれとこれとこれとこれを集めればみたいなの意外とないんであるみたいなことだったな 確かに何か何かしら複数出たら、うん、複数の人が取りに行くような話な気がしますねねそうなんですお確かに主人公が複数集めなきゃいけないって設定はゲームの設定なんですねねああ確かに思いつかないな何にもそう意外とそうなの意外と思いつかない <laughs> へえ大発見じゃないですか,か大発見でしょう <laughs> まあというわけでなんかねこれ,、ま、これからもまだまだこのなんか同じもの集める系作品は <laughs> 出ていくでしょうからね、うん、何を集めるといいな、ね、そうちなみにど,どんなどんなものが候補に上がったんですかこういうの集めたらよくないのまあん,なの、まあ、なんかね あれあ,あ、打ち合わせであ打ち合わせで。うん。なんかこれはこれ良さそうみたいな。最終的にいろいろなんか出したんだけど、うん、やっぱ玉しか覚えてない、ね、弾じゃねえっていうことに落ち着いてしまった。<laughs> やっぱ弾でいいだろうみたいな。<laughs> いやー、ちょっと、が。玉を超えられなかった。 玉がいいなって思うのは実用品じゃないところがいいなっていうのがあってこれ剣を集めるとかになると使わなきゃいけないんですよ剣を確かにそうだよねうんかぐら鉢がちょっと似たにちょっと厳密言うと違うんですけど今ジャンプでやってるかぐら鉢とかも用途を集めるんですけど使わなきゃいけないのでその用途多分あのいろいろ稼が出てくるね そう,そうなんですよ。まあまあ、うんそ、その、その面白さはもちろんあるんですけど、なんか、ドラゴンボールのような絶妙な役立たなさじゃなくって、うんうん、ちょっと、戦力に換算しないと敵に勝てなくなってしまうので。そうですよね。うん。実用品じゃないってなると、な、なんだろう。<laughs> あの、僕、遊戯王、そんなに。うん そんなにハマれなかったんですけど、封印されしエグソティアはいいなって。いましたあれ、集めるまで何にもできないし、ね、なんかい、<laughs> いらないじゃないですか、右手だけのカードなんか冷静に考えたら。<laughs> そうだね、確かに。分割されてるやつが全部揃うと、うん、分割されてるやつを揃えるといいことがあるよっていうのはう、ね、いいですし、あの、 ちょっと別に集めに行くわけじゃないんですけどあの「筋肉マン」でミートくんがバラバラにされて <laughs> ミートくんのパーツは回収しに行くって <laughs> 話だな <laughs> よく考えたら <laughs> ししたな何それって話じゃないですか <laughs> そうだねさすが筋肉マンうんでも確かに悪魔超人編はもうミートくんの パーツを取り戻す旅,旅というかシリーズですからって言われたら、ね、確かに確かにミート君集めないとっていう気持ちにはなれましたからね、うん、結局玉なんのかないやーでも玉だとねやっぱ <laughs> やっぱちょっとドラゴンボールを超えられなくなっちゃうんで <laughs> ドラゴンボールを超えられなくなっちゃうからねちょっとせめて せめて玉じゃない何かにした方がいいと思うんですよね。あと、100個とかじゃなくて、な,なんかこうちゃんと、<laughs> <laughs> ちゃんとカウントダウン性のあるようなやつが。いや、でも難しいですね。なんか能力奪い合うとかは多いんですけど、い,ね、いら、いら、いらなかはないんですけど、それ単体だと役に立たないものを集めるって、 結構思いつかないっすね。ね。うん、なんかそのワ、うん、ワンピースとかだとね、もう仲間を集めに行ってるんで、仲間を集めに行く系は結構アクションとかハイファンタジーはあると思うんですけど。まあ悪魔の実っていうアイテムもあるけど、別に集めるわけじゃないもんね。 そう,そうです。あ、そう、なんかワンピース、ある意味すごいなって思ったのが、あの、1個しか食えないって決めてるから、変なパワーアップをしないっていうのは、結構いいルールだと思うんですよね。そう,よねそうだよね。うん、そうですね。悪魔の実は食べ、食べる前提なので <laughs>。そうだよね。食べちゃうしね。うん、<laughs> 食べてなくなっちゃうしね。何ですかね、ほかになんか。 いや、ここら辺を上手に作るってマジでせえ。てか、ドラゴンボールってマジですごいね、それ考えると。<laughs> <laughs> なんか、何も考えてなさそうなんだけどね。<laughs> もうボール集めりゃいいんじゃねみたいな、なんか、まあ、だけどね。いや、まあ、<laughs> いいボールをデザインしたもんだわ。 わ、まあ、かんないですけど本当にボール集めればよくねだった気もしなくもないんですけど <laughs> <laughs> そうだよねうんいやーうん全然思いつかないな、うん、そうなんですまあちょっとでもコレクター欲のところに何らかの ヒントはあるかもしれないのでちょっとコレクション系で何があるのか何が今ねコレクションああそうですねコレクション系はちょっと気になりますね,すね何があるんでしょうね何ですかねでもなんかなんだかんだ言ってすぐすぐお金になっちゃいますもんねそのコレクションって意味じゃないですけど、うん、その戦いのステージが上がってる感を出すアイテムが。 スタンプ、切手、フィギュア、プラモデル、カードコレーション、美術品、骨董品、硬貨、紙幣、音楽、レコード、CD、ポスター、映画グッズ、鉄道グッズ、切符、漫画やコミックス、ヴィンテージアイテム。 いやー『ドラゴンボール』に勝てないん <laughs> なんか本とかになっちゃうとね希少本とかをなんか、うん、撮るみたいな話になっちゃうからう、ね、ちょっと目的が変わっちゃうんですよねそう早々のフリーレーンでフリーレーンさんが魔術書を集めてるねあまあでもちょっと実用品に近いところがありますからねそうだねあと物語の中で特になんか <laughs> 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 そうですねあんまり、うん、あんまり別にっていう設定な、うん、あ最後に植物や鉱石って言ってくれたけど鉱石だね鉱石系がね、うん、まあだから石ね石ですよね、うんうん、まあでもちょ,ちょっとでもキャラクターモチーフの方に行っちゃう気がするんですよね、うん これさ、なんか言ってて思ったけどさ、これからもありますよねとか言ったけどさ、うん、もしかしてもう何かを集める系ってドラゴンボールを超えられないから打ち止めなのかな <laughs> あもうすでに30年ぐらい前に打ち止まってた可能性があるもはやドラゴンボールを超えることができないのかもしれないね、何かを集めるっていうことを。 んなんか越えられるのかな「ドラゴンボール」を超える何かを集める話 <laughs> なんかなんかすぐ他にあるだろうって思って始めちゃったんですけど何にも思いつかないですね <laughs> <laughs> 何も思いつかないよね何 <laughs> だったら何か集めてる主人公をって言われてそれすらもなんか出て <laughs> い,い,いっぱいいるはずなんですけど<う>覚えてないなっていう感じになっちゃうんですけど、ね。 ラゴンボールかかドローロぐらいしか出てこなかったもん,うんまあでもあのなんか体体のパーツを集めて自分が復活するために集めてる系みたいなのはか多そうだと思うんですよね。なん,なんかそ本当にそんな漫画があるかどうかは置いといてなんかでばらけちゃった自分の体を集めるためにとりあえず女の子に転生してしまって中身は男なんだけど女の子が。 ハイファンタジーでみたいなのの,のパターンは多分いろいろあると思うんですけどはい、はい、役に立たないものを集めるあ夏目友人長がさあ<ー>名前を集めてだねそうですね <laughs> まあでもあれも無限に友達作れる、ね、さ,じさじ加減一つですからね<も>あれも。 いやこれなんかちょっと考え始めて思ったけど結構ハードル高いねこれ。やっぱだからもうたまなんかなんか集めるじゃなくてやっぱやっぱもはや魅力はその集める中でまそこはあんまりだからもうとりあえずあんま何でもよく手にしといてちょっと他のところで物語的な面白みを強めて。<laughs> っ犬やしとかも結局あの関係性の方が多分見たいものであってまあまあまあ別に仕込んのかけらはなんか適,当に <laughs> 適当にやっておいてもらえば最後どうせ大きなかけらがあるんでしょうぐらいの感じで <laughs> 当時から読んでましたから <laughs> <laughs> うーんまあでもあと「ドラゴンボール」でいいなって思ったの七7つ叶えた後に散らばるから1回集めても 一回集めても話終わりませんよっていうのが確定してるっていうのは地味にすごいなって今思います、ね。石になって散らばっちゃうもんね。うん。でももう一回集めれるよっていう。もう一 <laughs> 回集めれる。いいよね。いい設定だ。うん。あと、ダウンボールのあれさ、<laughs> なんか、頑丈なのがいいよね。<laughs> トラゴンボールが壊れ,ない,し壊れはしないですねあ,あれがさ意外と壊れちゃったりちょっともろかったりさ誰かが飲み込んじゃったりとかするとさもうそれだけで結構なんか割と集めんの大変そうすぎてさある程度あれぐらいの大きさがあるからちゃんと目立って集められそう感があっていいよね確かにあの集まりそう感 なと思いましたうんいやすごい仕組みだよあ,ああいうボールでワクワクさせてなんか <laughs>「ドラゴンボールだ」って言って見つけてうれしくて <laughs> <laughs> こんなところにみたいな <laughs> いいよな <laughs> <laughs> 誰もがその価値に気づいてないっていうのもいいよね <laughs> いやーでも集める話はこんなに思いつかないとは思わなかったなそうでしょう意外と深い、うん、誰もが手を出すが意外と難しい集める話を今日はしましたあっい,いしあの 僕が全然さ、うん、知らないイベントの話を聞いていいですかまあおどうぞ。なんか、うん、11月の3日ぐらいに池袋のどこかみたいなとこで、うんうん、なんかやるでしょ、はい、<僕>そうそうなんですよ。出 <laughs> んしやる、うん。 のいいみたい,ないいいみたな、よっって言って、言、うんはい、何やるのかなと思って <laughs> なんかお知らせが目に入って「あっ後藤さんこんなのやるんですね」って今日言われてえ僕は何やるんだろうと思って <laughs> 見に行ったら意外とちゃんとページがちゃんページがちゃんとしててあ こんなにしっかりしたやつなのかよ。<laughs> そう、僕もびっくりしたんですよ。意外にあるっていう。<laughs> 意外に <laughs>。いや、なんか本当に <laughs>、なんか、なんか結構、だるだるな感じのところが。y o s h <だ>さんの話し方だと、なんかちょっとだるだるな感じで、ちらっとこんな感じで話せばいい,、うん、い,い空気だったけど、<う>なんか、あれ、思いのほかちゃんとしてんぞ、これと。 そうなんでだよ。それはもうひとえに僕もさっき知ったぐらいの感じですね。<laughs> あれ意外にちゃんとしてるっていう。ウケる。ちょっと<う>よしきさんこれ告知しておこうよ。一応ちゃんとしてたから。はいはい、そうですね。一応あの、うん、コルクラボというところと、うん、あとあのあコルクラボはあの佐渡島洋平氏がやってらっしゃる、うん。うんうん オンラインコミュニティで、私も参加しておる、な、うんうん、な、なんだろう。別に漫画とかじゃなく、こう、本当に、ただオンラインでコミュニティを作って、リアルであって遊んだりするっていうような会なんですが、もう一つ、あの、前田デザイン室っていう、元任天堂の有名なデザイナーの前田さんという方がやってらっしゃる、通称前出というところがあるんですが、こちらもデザイン、 デザインノックみたいなのをガンガンやってるもう何というかデザインに特化したみんながみんなデザインのことを考え成長するコミュニティみたいなものがありましてそことコラボイベントということで11月の3日に池袋でイベントをやるんですね一日でまあなんかてやってたっけ 子供に戻れるあそうですね子供に戻れるねをコンセプトにしたイベントが開催されると子供に戻れる学校こうああれですね「アッシュタグ小学生に戻れる文化祭コルクラボ」 かける前で。であ,あ、でも一緒です、一緒です。だからで、うん、来る人がこう、小学生の心に戻って、いろいろ話を聞いたり体験したりできるようなイベントが開催されるんですが、うんうん、はい。私が聞ふわっと聞いてた段階だと、うん、もう本当に佐渡島さんと前田さんのトークイベントぐらいしか、うん、あとはなんか、橋橋 <laughs> <laughs> で、 何かが行われるってぐらいにしか聞いてなかったんでじゃあコルクラボの方であんまりカードがないなら後藤さんと私のラジオ収録でもしましょうよってコンテンツを提案というか差し出してみて放置してたら気づいたら他がちゃんとしてたっていうやべえよやべえよというのがありまして。 まあ、結論というか宣伝としましては、11月3日にそこでイベントやるので、よかったらいらっしゃってくださいっていうので、はい、あの、うー島さんとか、あの、ね、星野、星野亮先生とか、えー、他にも、最近、ジャンプラで、えー、連載じゃないな、読み切りが載ってたような方の、漫画教室だったりとか、すごいかなり、 かなりあの漫画家向けデザインクリエイティブに興味がある人に気づいたらだいぶ特化していたイベントになっておりますので <laughs> <laughs> ピ t ティックス今発見したからね、はい、これあのちょっと概要欄に見てもらって、はい、あのしててお込みができるようになってますねこれ有料なんですねそうなんですよちゃんとしてるんで<げ> <laughs> 我々のやつ有料で聴かせるようなやつだったっけこれあ、えー、だから我々のやつはもうちょっとこの収録の後とに後藤さんにお伝えしようと思ってたんですけど <laughs>、うん、あの天井が抜けてるタイプのやつでラジオとか収録できないのでうん、うん、もうあの出張出張漫画雑談室みたいなものをやりましょうと、うんいいですね、最高はい,いそれを それをやろうぜっていうのをこの収録が終わった後に言おうかなって思ってたら <laughs> 後藤さんの方から先に心配してお話を出してくれたおかげで助かったっていう今謎の時間を、うん、そうこれで、ね、こういう風にここで中身が決まっていくというのもまたお、ね、いいものじゃないですかそう,そうなんですよなのでこれをお聞きの皆さんにおかれましては ちょっとチケットが、お、2000円するんだ。2000円するんですが、あの、うん、さっき言ったように、サド島、他がちゃんと役に立つからね。はい。そう。我々は、我々は雑談なんですけど、<laughs> 他がちゃんと役に立つっていうのと、ね、はい。あと、あの、1個、一個うん、1個、お、特典がありまして、ラジオ収録すらしないので、もう来ていただいた皆さんの質問に答えるしかないかなって思ってるので。<laughs> これ一来なかったらどうするこれ <laughs> こ。こ <laughs> いいよね。そしたら何かやすよ。うん。なんか、なんかやりますよ。な,でま、はいまあなので、基本的にはもう打ち合わせをしてしまおうと思ってるので、うん、最,最悪。っていうのと、あの、あとはもうあれですね、うんあの、ネームできる講座じゃないや、あの個別相談の、うん チケットより安いので、うんうん、もし本当に相談がある人がいたら <laughs> そうだ、ね、実はここに来ると、個別チケットよりも割のいい、<う>だからあののいいはっきり言っていますけどあの、ネームとかをお父さんに見てほしいっていう人がいたら、こちらにいらっしゃっていただけると、ね。<laughs> ちょっと大きめに、みんなにも見れるように印刷していただけたりするの。うん <laughs> 嬉しいですね。はい、というわけで妙なはい。ありがとうございます。イベントが、うん、でもこれ小学生に戻れる文化祭ってめっちゃコンセプトいいですね。うんててなので、一応あの会場がその小学校コンセプトの居酒屋さんっていうので、あのなんかうん。 いろんな理科室とか家庭科室とか大教室とかを模したところで普段は居酒屋をやってるんですがイベントスペースとしてそこが開放されてるみたいな感じですねうんうん、うん、面白い了解です、はい、あ6年4組ってあれかはい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  学校居酒屋ね一回行ったことあるなこれああるんですねへえ、うん、池袋じゃないけどね面白いよちゃんとさあのせん <coughs> 先生な感じで来てくれるんだよあです,ですねですねおいお前らやってるちゃんと勉強してっかみたいな <laughs> すげえお客さんに対してちゃんとあの上から目線で入ってくるって割と胆力いるなこれっていうこの仕事と思って、うん、コンセプト居酒屋 <laughs> 絶対居酒屋。愉快だったな。い,<や>いいですね。わ、ね、かりました。じゃあやりましょう。ょはい。そんな感じで。じゃあ皆さんぜひお待ちしております。うんはい、ねお、えー、<laughs> 時間がある人は11月3日にお会いしましょうと。と、はい、いうことで。ということいはい。じゃあ今日のところは、言いたいことは。 言えましたね。はい、すべて言えました。うん、言えました。はい。では、えー、いいね、チャンネル登録、あとコメントやお便りお待ちしております。ポッドキャストでもやってますね、えー。ネームできる講座もありますのでぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。今日のところはそんな感じですかね。 ぜひみんなの集めたいものを <laughs> 教えてほしいなと <laughs> そうですねこれ,これ集めたらいいんじゃないかっていうアイデアこれ集めたらいいんじゃないかっていうのをね、うん、すごいでもすごいビッグアイデアだったらもしかしたらご自分で書いていただくでいいです、ねね、なのでスモールスモールアイデアで <laughs> な僕なんかコレクションしてたことあるかな全然 あれだななんかちっちゃいミニかボスについてきた缶、うん、コーヒーのボスについてきた、うん、ちっちゃいチョロキュー全部集めたな,なあ,た、ね、あ <laughs> でもあのあうんなんかあの缶コーヒーのおまけ結構好きでした、ねうん、あの数に数の上限が結構、ね、現実的な種類なので、うん、そうだよねなんか100個とかだったら心折れるんですけどうん、うん ね、あちょうどいいかもしれないですね。<laughs> ここ心が折れないぐらいの数談。そんな感じでしょうか。はい、では、では今日は、今日も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。うん、ではまた次回です。またね